ソレスノーでメグロレンがメグロ抜きのスノーマンと対決。ダンスの缶コピレボリューション第8弾放送。レジェンド、ゴーヒロミとの超豪華ご本人コラボ缶コピも実現。TBS にて毎週金曜に放送中の、ソレスノーマンにやらせてください。10月11日18時30分からのスペシャルでは、人気企画、ダンスの缶コピレボリューション第8弾が放送される。 スノーマンチーム、歴代カンコピ MVP 選抜チーム、世界的プロダンサーチームが激突。誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ることができるかを競う人気企画、ダンスのカンコピレボリューション。今回は、過去に、ダンスのカンコピバトルで MVP を獲得した、歴代カンコピ MVP 選抜チームと超実力派、世界的プロダンサーチームが、スノーマンに挑む。 歴代カンコピ MVP 選抜チームを率いるのは、記念すべき第1回大会で MVP を獲得した、スノーマンのメンバーであるメグロレン。同じく歴代 MVP の花村聡太、ダー・イ・シー・イ・コバヤエグザイル3代目 J ・ソウル・ブラザーズ、石井アンナと共に、スノーマンとガチバトルを繰り広げる。メグロ VS ・スノーマンという、初対決はどんな展開になるのか。そして、世界的プロダンサーチームは、 世界デビューを果たしたトラビスジャパンの松田玄太が、世界一のキッズダンスチームに所属し、ラウールとダンスチームバンピーを組んでいた天才キッズダンサー姉妹のユイナ、ホナツ、AKB48 在籍時、グループとして初のアジアソロツアーを行った柏木き、社交ダンス世界大会7位の金太郎。を引きて参戦。超実力派コラボチームで優勝を目指す。